総力戦なんてめんどくさい、時間がない。でもやっぱり効率的に素材を集めたい。そんなあなたのための回転ジャッシュ街陰線一凸オートクリアのやり方を紹介します。今回は比較的替えが効くため楽です。ある水着干しのは必須で、キャンプ晴れがないと結構厳しいと思いますが、タンクは耐久力さえあれば誰でもよく、スペシャルはコスト回復があれば誰でもいいし、渚は星さん、もしくは代わりに響きを使っても OK です。まとまった重要点はこちら。1、回避スキルは星の晴れある。2、タンクは耐久力さえあれば誰でもいい。3、渚を持ってなければ響きで代用。4、コスト回復薬は水着シロコがベスト。でも木崎、決まり、正月はるかでも可能。5、変遷の余裕。1、回避スキルは星の晴れある。彼の EX もノーマルスキルも大体全部あるに付与されます。運悪く外れてもギリギリの育成でなければある程度の誤差は大丈夫です。2、タンクは耐久力さえあれば誰でもいい。今回普及してる理由から椿を使ってますが、攻撃をある程度耐えてくれれば誰でもいいです。タンクが最終的に落ちても、残りの3人が耐えてくれれば問題ないです。3、渚を持ってなければ響きで代用。渚は優秀ですが、映像で使ってるのは星さん。EX レベル3の渚です。つまりもっと強い渚を持っていれば、もっと余裕ができますし、理論上星上げしてる響きでも大丈夫なはずです。ただ試すことはできなかったので、響きを使うとなれば必ず模擬戦で一度試してください。4、コスト回復薬は水着シロコがベスト。でも他でもいい。コスト回復さえあれば他のスキルは攻略を楽にしてくれるだけで、必須なスキルはないです。5、変遷の余裕。今回は星3の渚と固有位置のマリナを使えば、大体残り22から38秒でクリアできました。時間に余裕があるってことは、育成と正当選びにも余裕があるということなので、この動画で紹介した編成でなくても十分一突オートクリアは可能と思います。ただ先生一人一人の環境は違いますから、実戦の前は必ず模擬戦で試してみてください。ご視聴ありがとうございました。